昨日は自民党の岸田文雄総裁が県内入りしましたが今日は立憲民主党の枝野幸男代表が県内の候補者の応援に駆けつけました立憲民主党の枝野代表は衆院選2日目の今日青葉区で有権者に支持を訴えました大接戦だから 昨日、岸田さん、今日私、それぞれ来ているわけです。ここからの十一日間で勝敗が決まります。枝野代表は仙台市中心部での街頭演説でも、今回の選挙を政権選択の選挙と位置づけ、次のように訴えました。私たちには、私たちにこそ案がある。 政府自民党こそ対案がないそんな状況が続いてきたということをぜひ皆さん、しっかりと思い出してこの選挙に臨んでいただきたいと思う